よし、じゃあ私も始まりましたということで、皆さんこんにちは、ウスボーです。そしてはい、今配信設定をしてます。始まってないじゃん。始まってないんじゃない、それ配信大丈夫、始まった、始まってます、それはい始まりました。まあ、今日はね、久々にあのマイクラの脱出マップをしようっていう運びになりましてですね。ね、なりましてる、なりましてるよね。はい、そう。なんか俺がラーメン食って帰ってきて、ストレンジャーシングス見てて、あ、そうだったんだ。やることねえの？やることないの？ってなって、やることになったと。そう、まあ、これがここまでのあらすじ。なるほど。はい、まあ、てことで、じゃあやりますか、早速。一応このああいうえよ、あいうえよ、あいうえよ、あーなんか適当に喋ってみて。はい、こんにちは。おー、いいね、マイナス10ぴったし。マイナス10ね。はい、一応あのここに多分初見台があって、これを見ろってことなんで。はい、リードミーに書いてました。はい、見ましょう。じゃあこういうのちゃんと読むの大事なんで、多分読まないとこのバリア通り抜けらんないから。はい、始まってる配信ちゃんと。あ、今始めた。始めた。じゃあ行きますよ。 OK。 はい、どうも、たらこつぶつぶと申します。あ、じゃあ読みます、これ。読んでいただいてもいいですか、はい、これ。はい、ね、オットセイは1号室マインクラフトバージョン 1.18.1、 マルチプレイ時の注意、以下の設定を必ず守ってください。全員に OP 権限の付与。サーバープロパティーズセッティング、ゲームモードアドベンチャー、エナブルコマンドブロークトゥルー。配信動鍵の使用について、扉に鍵を使う場合は、右手に鍵を持ち、扉に近づいてください。配信動画 SNS などでの諸注意、攻略のネタバレを含む場合、以下の公開を禁止。配信タイトルサムネ、動画タイトルサムネ、SNS 投稿、ネタバレを含まない場合はこの限りではありません。はい、ありがとうございます。ということで、はい、いきますか。守ってますか。守ってますよ、そりゃやったことないからネタバレの仕様もないし、ね、それを、はい、大丈夫え、いなくなったんだけど、ちょっと大丈夫。めちゃくちゃラグい、これ今。あ、あ、あ、USB。めちゃくちゃラグい。え？ USB 死んでた？全部が今多分起動された USB。あ、そういうこと？あ、え、これちっちゃくなった？なんかあの敷地が高くなってるかも、あの。あ？入力のめちゃめちゃ最初と最後全然聞こえない。あいうえお。ちょっと下げた、5下げた。はい、あー、OKOKOK、 大丈夫？うん、じゃあ行けますか。これ通っていいのかな。いいんじゃない。うわ、久しぶりだな、マインクラフトの謎解き。久々やね、マイクラ。お、すごい、なんていうおしゃれなギミック。え、すごい、見て、フラットな世界に作ってる。うん、そうだけど、なんか異世界チックな場所やね。なんかあんまり、なんていうの、木がなんかね、語彙力が足りんくて何も言えない。うっす、うっす。語彙力足りんかった。まあ異世界どころか、まあマインクラフト。なんかある、なんかある、なんかある、なんかある。本当だ、なんかあるよ。ゴキブリの鍵あるぜ。これ何？これね、鍵がたくさんもらえてるね。いや、オットセイの鍵あるよ、左上に。うん、これでしょ。え、
これって位置大事なのかな。いらない。なんかこのゲームってオットセイは1号室って名前でしょ。うん、だから多分それぞれ何号室かに対応してる鍵なんだと思うんだけど。すごい、もう今適当に動かしてもう分からなくなっちゃった。え、適当に動かした？うん、まあでもそんな位置関係あるなら、うん、大丈夫だろ。とりあえず出てみるか。動かせなくするよね。うん、もうじゃあ俺オットセイの鍵持ってこうかな。持ってった？大丈夫？いや、女も持ってない。待って、ね、持ってない。まあいいや、一旦置いとくか。見てください、これ。あ、閉まってる。どうも。なんかこっそり入れ替えたりしてないよね。え？入れ替えてない、入れ替えてない。ない場所はいくつか入れ替えちゃったかも。場所変えた？まあいいわ。じゃあちょっと探索するか。多分、あ、これ部屋に対応してないの、位置が。そんなことはなさそう。部屋の数がさ、見た感じ8部屋しかないから。あ、でもち、うわ、なんか、え？なんか、拾った。チャリンスタ。何も見えんかったよ。待って、これマインクラフトの設定なんかいじるものあるかな？なんか俺が触ったら消えたわ。本当？パーティクルみたいな。うん。え、ちょ、これ見えるか試そう。ちょ、こっちこっちこっち。なるほど。ん？これこの奥なんか光ってない？光ってる光ってる。あ、見えてるな、大丈夫だ。てかなんか今ジャリって言わんかった。すいません。とりあえず今俺たちは何をすればいい？はい、脱出すればいいのか。あ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 マスです。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 マスです。 OK？ あー、 OK。 10×11 です。ありがとうございます。チェストは 9×6 だからチェストの位置と対応してるわけじゃなさそうかな。うん、でちょっと俺気になったことが1点あるんだよ。うん、なんかオットセイは1号室って書いてたじゃん。うん、これ気になりませんか。あのオットセイの鍵左から2番目なんですよ。これあなたは気になるんですか。気になりますよね。0号室、私気になります。0号室ありますよこれ。どれ？オットセイの鍵左上から2番目にあるでしょ。うん、だからなんかあるよこの間。これ多分大事だよ。ここ0,1,2,3,4,5,6,7,8 ってこと？うん、そう。じゃあコウノトリさんは5号室？じゃあ4号室か。4号室かな。OK。 いや、とりあえずさ、ちょ、この鍵持って近づいたらいけるっぽいから、うん、ちょ、オットセイの鍵だけ持って近づいてみて、いろんな扉。あー、なんかその鍵がキーなの？なんかすべての鍵がキーなの。あの、すべての扉の鍵をマスターからもらってるっぽいんだよ、このチェストに。あ、だからそう。あ、でも使えないわこれ。オットセイの鍵使えない。とりあえずこのラージチェスト気にならん？開かないっしょそれ。開く？開かないの？開かないわ。俺こっそり勝手に開けてたけど開かなかったよ。やばすぎ。え、ちょ、俺コウノトリの鍵とか持っていい？順番、俺総当たりするわ。じゃあ、あー、いいよ。あー、そっか。でもまあ、うん、鍵を使うのはありかもね。ブルートフォース攻撃って言うんだよこういうの。全然わからん。え、な、名前のかすれた鍵がいくつかあるよ。本当？うん、え、これ、いや、これどうしよう。これ 2個かな。2個ある。2個。場所崩していいのか分かんなくて触りづらくて。いや、もうでも俺場所多分崩しちゃったから。俺多分崩しちゃった。でも崩してダメだったらそんな難しくないよね。大丈夫だよね。うん、崩してダメなわけないもんね。うん、そう信じたい。うん、じゃあこれさ、9個ずつ鍵持ってさ、各扉の前でマウスオイルガチャガチャやろうぜ。いいよ。じゃあ俺下から行くわ。オッケー、俺上から行くね。オッケー。
これダメ。え、開いた開いた、ナイス。ほら、あ、ほら、イルカの鍵で開く。これイルカの鍵で開く。それ何の鍵？これカナリア、これカナリア、これカナリア。待てよ、これね、しりとりあるぞ。イルカ、カナリア。あ、アリクイなかった。ここ、え、じゃあこれ最初は？最初なかったか。んこれ何？オットセイ、イルカ、カナリア、アリクイ、イルカ。あ、じゃあここはオットセイなんだ。じゃあオットセイでしょ、ここは。そういうことか。オットセイ、イルカ、カナリア、あ、アリクイあるわ。アリクイ持ってる俺が。違う、でもえ、あ、イルカ、カナリアでしょ。アリクイじゃないのか。あ、アがあるの？これ、アが最後？それだよね。ってことは、名前のかすれた鍵が、あれかもね。なんか、その動物で分かるようになるのかな。とりあえずじゃあ、でも違うな。イルカ、え、てか、こんな総当たりでいいの？もうでも、いけてるし、これで開くってことは、いけてんじゃね？これ、鍵並べる？これ。あ、てか、いいや、ちょっと開いた部屋見に行こうぜ。開いた部屋、まずイルカの部屋からいかん。オッケー、イルカここ。ほら、ほら、キラキラしてるよ。何これ、何を手に入れてるのこれ。あ、経験値だ多分。経験、あ、ほんとだ。他なんもないの。うーん、わかんないの。うんうんうん、いうか、じゃあカナリアも行ってみる、ついでに。これ内側からレバーで開けとけば閉まらないでしょ。あ、そうだね。うん、隣見に行こうぜ。じゃあオッケー、カナリアね。はい、カナリアちょっとごめん、開けてもらっていい？スルッと通るから。あ、待って、なんか、あ、でも関係ないか。あ、部屋のあれは違うか。うん、かなり、あ、部屋の要素がしょうもなくなっていくのはあんま関係ない。かなり、あ、うん、じゃあアリクイかなって思ったけど、アリクイでは開かなくて、使った鍵置いておこうかな。じゃあ別じゃない？うん、その部屋に置かないとダメか。イルカで並べとこうかな。せイルカ、じゃあカナリア。うん、じゃあ使えなかった鍵ちょっと下にか。でも違うのか。とせイルカ、カナリア1号室、2号室、3号室、4号室。4号室がさ、なんかうん、あの、なんていうの、吹き、なんだろう、縁起悪いからなくて5号室に行くみたいな。そんなことないか。いや、ないんじゃない。もう一回総当たり別のでやって、他の部屋も開けに行っていい気がするな。別に総当たりでいいもんな、これ。とりあえず規則性を見つけたよね。うん、なんか開く。あ、開いた。竜宮の使い。何？竜宮の使い。竜宮の使い。でも、そしたらアリクイだったら違うね。竜宮の使い。あ、そうか。あれ、でも竜宮の使いイだからいいか。ちょっと待って、1個開けて、1個開けて竜宮の使い置くよ、とりあえず。竜宮の使い、はい。ここに並べていくのが一番いいもんね。で、空いてるところに俺が足りない部分持ってくると。あ、ここゴキブリだ。え？ゴキブリ？あ、そっちからしりとりだ、じゃあ。ゴキブリも開けとこうぜ、これ。オッケー。じゃあ、ゴキブリ。お、あ、じゃあこれ多分タツノオトシゴだ。うん。合ってるわ。タツノオトシゴ。やっぱじゃあ最後が名前のかすれた鍵2個あるから、その、このもらった経験値で名前をつけるんじゃないの？あー、そういうこと？違うかな。名前つける。かなとこがある？あ、このな、あー、でもつかないか。あるなら割とあるかも、それは。じゃあ2列目、そうだね、じゃあ横に並べるか、こうやって。3、うん。じゃあ、たで終わるやつだから。ある？タコ。あ、殿様バッタがあるわ。殿様バッタだな、これ。いや、なんで？なんでそうなる？え？あー、あんのか。うん。普通になんか急になんか名前付け始めてんのかと思って。いや、違う違う。あ、てか、カナとこあるわ。正解かも、それ。あ、じゃあそうだ。殿様バッター、冴えてんね、なんか。経験値1個しかないからさ。俺2あるわ。ミスれなくない？俺ちょっと勝手に取って2個あるよ、多分。あ、時間が経ったら俺ももらったわ。あ、ほんと？あ、なんかカーンっ
って言いながらなんか経験値増えた。え、これはじゃあ名前が かすれたやつに入れんのか。これ、あ、待てよ、1,2,3,4,5,6,7,8 号室までってことでいいのこれが。じゃあなら、とあで始まってとで終わる鍵だわ。アイアント。え、今さ鍵何も持ってない？あ、持ってるよ。使ってないやつ置いてってくれん？オッケー。あ、やべ。オッケーオッケーオッケー。はい、なんだ、殿様バッタ手の落とし子。あ、じゃあ関係ないか。ミーアキャットのミーをさ、ハイでアキャットの鍵にしちゃダメなのかなこれ。意味がわからん。ダメなのこれ。ダメか。なんか規則性ある。いらないなって思う。アリクイ、え、でもアリクイで開かないんだもんね。うん。え、だからあれでしょ、アで終わって殿様バッタに続かなきゃダメってことでしょ。だからあ、ループするってことこれ。ループっていうか、あの、だからカナリアの跡が開かなかったでしょ。で、うん、その次カナリア向こう側が殿様バッタから竜宮使いまでになってたでしょ。だから、うん、これが5から8号室なのかなって俺思ったんだけど。あ、そういうこと。だからそこにつながる動物にしなきゃいけないってこと、うん、そうそうそうかなって思った。なな、え、じゃあな、最初が何、あ、あ、あ、カナリアで、とと、アイアントじゃないやっぱ。いや、それ動物じゃないやん。あ、ミーアキャットでやっぱミーハゲハゲたい。分かった分かった分かった。何何何、アースジェット。いや全然生き物じゃなくない。全然生き物じゃなくない、それもねえ。アーノルド、あシュワルツネッカー。アーノルド、シュワルツネッカー。動物だな、動物だ。やってみよう、やってみよう。アーノルドの鍵並べてみよう。これ使っちゃったらどうすんだよ。やってみるよ、じゃあアーノルドの鍵ね。イルカ、カナリア、アーノルド、シュワルツネッカー、やってみよう。え、でも、とでしょ、どう、うん、どうダメだったらどうすんの。あ、じゃあアースジェットの鍵とかにする？ うん。いや、アースジェットはないでしょ。いやー、なんだよ。あ、あからと。なんだ？やばい。え？あ、そっか、でも鍵は外にあるから大丈夫か。アイアントしか思いつかんねえけど、俺。あからとって。あ、アント。アント。アリアント。あ、お、おば。おば？おばね。おば？おば。うん、おば。英語でアントだもんね。どういうこと？え？いや、英語でアントだから。おば。おば？うん、おば。じゃあ、アントの鍵で行く？おば？どういうこと？待って、わからん。ごめん。なんでもない、なんでもない。もうあれじゃないの？あれやってんじゃないの？あの、なんだっけ、あの、英語のアプリ。なんだっけ、あ、ディオリンゴ、あ、そう、ディオリンゴ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 、おば、おばぐらい出てくるだろ。ちょ、待て、どうしよう。あ、あ、なになにと、もう何でもいいわ。じゃあ出して、あからと。え、どういうこと、おば、おばってどういうこと。おば、あ、もう何でもいい。あの、アントって英語あるでしょ。これ、あの、おばって意味なの、日本語で。うん。あ、そうなの。そうそうそう。あ、そうなの。あ、おばあちゃんのことってこと。いや、違う、おば、おば、おば、おじじゃない方。あ、そういうこと、おば。あ、そうおばのこと。うん、うん、ごめんごめん、もう、いや、もう違う、いいから、それはもうあからとのさ、やつを考えなきゃいけないでしょ。おめえが始めた話題だろうが。俺が始めた物語だけど、ごめん、それはそうだ。ごめん、俺、あの、あれだから、私気になりますだから、気になったものはちょっと最後までやんなきゃ。それは謎解きにとっていい姿勢だからね。うん、あからとのなんかない？アント、アント、おば、おばね、おば、ね、アント、アリだろうが、アリだろうが、アリだろうが、おばの鍵作った、おばの鍵作ったよ。アントはアリだろうが。ちょっと開かないじゃねえかよ、アント。ああ、開かないわ、やっぱ。ダメだわ、アントじゃ。そういうことじゃないのかな。でも割といい線いってると思ったんだけどね。え、なんか規則性ないの、この出てくる生き物に。タツノオトシゴとかさ、
こい、あ、文字数は？え、でもめちゃめちゃしりとりじゃん。これでしりとりじゃなかったらすごくね。いや、他の鍵でもさ、開かないかやってみる。もしかしたらさ、2パターンがある可能性があるじゃん。あーめん。あ、でもあんだけやって開かなかったしないか。なんかね、通り過ぎてる。やっぱ名前のかすれた鍵はさ、気になるよね。私気になります。開かないな。白流すクジラとかいるよ。これ全部なんか映画に関係してる？もしかして。例えば白流すクジラ、白ゲイ違うか。まあ、多分何らかの映画にはそれは関係させようと思えばできるかもしんないけど違う、むずくない？あから始まってとで終わる？必要な知識多い、うん、あー、アントマン、アント、あーあー、なんだろう、あー、なんか探索漏れもあるかもね、こうなると。あー、アーマーカット、あアペやりたいやん。はい、あい、あい、うん、なんだろうね、あー、やー、アーノルドしか出てこない、本当に。シュワルツネッカー、アーノルド、シュワルツネッカー。動物だけどね、ドだからな、動物だけど。犬でしょ、猫でしょ。外見たらなんかあったりしてね。ああ、でも窓の景色全部見てみるか。うん。でもここにかまとこいたんだ。でも 1.18 はその窓 F5 で観察して見れるからなんかあるかもね。うん、え、あ、本当だ、すごい。これ やっていいのか分かんなかったけど、さっきやっちゃったからさ。すげえ、これできるようになったんだ。ガラスだけ、これ扉はできないの？水とか、あ、扉はできないんじゃね、ブロックだし。あ、ガラスのブロックだわ。あ、でもそうか、ここ開いたら明らかにチェストあるもんな。あ、経験値ある、ここどこ？2人で取れるかな。うん、こっちこっちこっち。これ2人で取れるとかない？これ取れた？あ、取れた。なんか悪っ。ダメだ。ダメだったわ。え？あ、てかこれ復活するわ、定期的に。積まないようになってるってことはさ。やっぱそうだよね。うん。やっていいってことだ、どんどん。え、じゃあ。え、てか、なんかないのこれ。ヒントみたいな。ないよ。ないよ。え、じゃあさ、鍵1本渡すから、これでさ、自由に名前変えてやってよ。2本あるよね。うん。あ、アストラ。あー、ないな。アストラのコズミックディバイド？あ、どうだわ。ダメだった、ごめん。実況解説出てきた。名前がかすれてるってことは、読める文字。え？何？あ、なんでもないわ。はぁ？怖っ！やめろよ、それ。なんか見つけたかと思うやん。名前のかすれた鍵。あから始まってとで終わる動物？うん。なんか探したらいそうだけど、調べてみようか。アルミニアルレルト。うん。なんて？アルミニアルレルト。心臓捧げるか。なんだろうな。あ、明日のジョーだな。違うな。アムト、アムロ、アムロ、アムロさん。あ、最近コナン見てんだよね。あー、コナン、あれ、アムロさん、アマゾンのは、あ、なんだっけ、プライムビデオに来たから。あ、そう、全話見れるから今。はいはいはい、そういうことか。え、全話ってアニメ？だろう、アニメ。でも映画も見れるんじゃない？多分ほとんど。すげえな、フルパか。フルパ？フルパで来たんだ。
これ何？ん？この的が作れそうな作業台。これはあのヤシを作るための、まああの別に何も使えんこれ。ああ。しょうもないブロック。4レベルなった。強っ。育つの早くね。まあ育ち盛りだからね。いやーなんだろう。ごめん遅れたわ反応。育ち盛りやもん。あ、うん、あいやちょっと待って、黙って。今考えてるから。レベリングしようぜ、これ30レベルぐらいまでいくわ。でもなんかそういう前提的に知識がいるマップなのかな。いやーちょっと分からんね、その辺。やっぱ1問目がないと分かんないよね、前提の知識が必要系なのか、ちょっとマイクラ内だけでのギミックで解くマップとかもあるじゃん。いやでもアントセーフだよ。アント良くない？アントダメらしい。でもネズミがハムスターって書かれてないからダメかもしれん。ネズミはマウスだ。え？あそうか。あネズミとハムスター別か。うんそうだよ。いや一緒のイメージあるやん。ないよ別に。え何？俺がバカみたいな言い方するけど。いやこれ今俺のこと笑ってる人たちの中でそう思ってる人いたからね、別に。いないよ。絶対いたよ。いないだろ。いやネズミはハムスターって思うよ。まあ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 そうかもしれんわ。じゃあそやん。てかどうなってんだっけ、ここがオットセイでしょ。オットセイソギンチャクだっけ。イルカね。あイルカ、カナリア、あアイスクリーム、でムール貝、ムール貝、イソギンチャク。え待って、そう考えてんの、こうじゃなくて、えあれが 1,2,3,4,5,6,7,8 じゃなくて。いや違うでしょ、 1,2,3,4 でここが5だよ、6,7,8。いやいやここが5でしょ。いや違うよ、そうだったらおかしいじゃん。え、ここ何、え、おかしくなるの。おかしくなる、おかしくなる。こっち来な。そうなの、うん、行く。どう、はい見せろ、おい。このチェスト見て、1,2,3,4ってなってるでしょ、まず上で。これも奥から順番並べてんの、これ。殿様バッター、タツノオトシゴ、ゴキブリ、リュウグウの使い。一番右がリュウグウの使いだからね、あれ。あー確かに日本、あーそっか、左から右に読むね。うん、えマイクラにさいなかったっけ、なんかモブ全部言ってこう。ゾンビ、ケルトン、ウィザー、ピグリン、エンダーマン、もう全部、うん、無理だ。ピグリン、ブルート、モグリン。え、なんかないの？え、前提知識いるってことか。ミーアキャット。うん、ミーアキャットのミー剥がしてアキャットで。よし、行こう。これでバグったら、これでこの鍵使えなくなったら最悪だからな。やめよう。名前のかすれた鍵。え、じゃあ俺行くよ。アリにするよ。アリ。アリは絶対ちゃうやん。開いたらすごい。アリ。くちゃ。うお。あれおかしい、開いてないよ。閉めた。鍵開いた感じの音したけどね。開いてなかった。閉めた。閉めた。え、てかさ、これなんか経験値がさ、枠あれもある、なんか。ん？枠のにもなんかある。あ、でも時間かな。ああ。え、なんかさ、効果音ない？チャリンよーん。これさ、全部録音して、あの、倍速で流したら、答えの音声になってるとかじゃないの？これ。むず。謎解きむず。外部ツールいるやん。
あからとでしょ。あからとでしょ。逆に全部締めてみる。なんで？そんなこともないか。あからとでしょ。え、でもこんだけ鍵あるのさ。あ、まあカモフラージュか。なんかな、この使ってない鍵でなんか考えてみる。やっぱミーアキャットがどうしたの。アキャットにする。もういいよそれ。ほかほかほか、フルメイカ、コウノトリ、シーラカンス。でも調べたらいそうだけど、どうする。あからとで終わる動物。マジアントしか出てこない。あからと動物。めちゃめちゃ動物病院出てくる。あーアンモ、アンモナイト。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 どう？アンモナイト？シーラカンスがいるならアンモナイトあれじゃない？アンモナイト。二本できた音した。アンモナイト。え、なんで俺のダメなの？もういい、もういい、俺が、嘘嘘嘘、俺が、嘘嘘嘘嘘、もうゴミだこのゲーム。返す返す返す、どれどれどれ、はい、交換しよう。アンモナイトいる、これだ。あ、こう、帰ってきてこれ、はい、これだよこれ。頭がいいものたらこれです。これだよ、見てみ、アンモナイトの鍵まで入れなきゃいけないのね。そうだよ。あー、オッケーオッケーオッケー、できた。アンモナイトか。うん、いけた。あ、気持ちよ。うん、で、まあこれはじゃあ大活躍だ。で、もう何も入ってなかったこれ。え、終わり。何も入ってない。嘘。カーペットを剥がせる立ちバサミと鐘を鳴らせるレバーが、あ、入ってる。金鳴らしてよ、じゃあ。カーペットだろ、先。あ、そう。いた感じ。はい、いいよ。しな、はい。はい、活躍しな、ほら。はい。おい、こういうめんどくさいことだけやらしてくれ。あ、いいのかな、これ。発見これ。剥がしてはいるけど、いいの。いや、わからん。どうなんだろう。でも、ダメなことはねえか。なんかあるの？え、矢印やん、これ絶対。いや、もう違うね。もう矢印じゃなくなった今。いや、わからんよ。あ、ほんとだ。なんこれ。これコンセントだね。どう見たら。いや、これブロック1個しか見てないよ。もう俺視野狭いから。俺、実際ディスコードに見える、ディスコードに見える、俺。あー、確かにね。ボイングゲームズ。いや、わからんわからん、伝わん伝わん。何このマーク、何このマーク。これね、ひらめいた。うん、これこれ、うん、あれだね。何、ちょっともうちょっと箱、もうちょっと、これあれだね。俺分かったわ。分かった。俺天才だこれ。多分もう見えてくれ。これブロックこことここにあって、でラストここと、ほらないやん1個も。あとここも剥げるんじゃない。ここも。ああ、わっ、ニンテンドースイッチ。磁石だ、磁石だ、磁石だね。磁石だろこれ。磁石でしょ。あ、なんか一つだけブロックある。これ鐘鳴らすブロックじゃね。明らかに違くねこれ。遠隔で、うん。え、起きるやん、ほんまに。やばい、置いちゃった。え、なった。ついちゃったよ。え、すごい。え、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 
んかこれは開かないのか。あ、え、パーティクルの色変わってない？さっき赤じゃなかった。いや、なんでもない、気のせいかも。あ、もう変わってるわ、オレンジだ。2周目だよね、多分。ああ、待ってよ。これさ、4文字だとして、これクロスワードかな？そう、クロスワードだね、これ多分。埋めてくか。クロスワードで、で、多分4文字浮かび上がるから、もう一つの擦り切れた鍵を、その4文字に、4文字で作る言葉で、なんちゃらの鍵にする感じじゃない？ああ、待ってよ。7マスある？じゃあ、7マスある？7は3、4、5、6、あった。じゃあここ白長すくじだね。いやでも待って待って待って、7が何個ある？ここ白長すくじだね。7がね、2箇所ある。で、7、9、7、7、5、6、4、4、3、7、7、5、6、4、4、6、4、4、3。文字数で集めようぜ。じゃあ他の鍵使わないっしょ、これ多分。じゃあ、うん、一旦インベントリにしまって、全部 OK。 じゃ俺がちょっと並べるわ。9、7。カーペットは持ってる？あって持ってる。64個と62個。ちょうだいカーペット。あは、でもこれちょうだいカーペット。これさ、なこの色の上にさあの、あ、ごめんごめん、あとハサミも、はい、色の上にホッパーがあるよ、はい、これはなんか使うかな。あー、ほんとだ、確かに。ちょっと文字見つけてから考えてみるか。うん、9、7、7、5。あ、な、何マスのかった？9、7、7。あー、1、2、3、4、5、6、7、8、9、7、7、5、6、4、4、3、5、6、4、4、3、43か、443だ。オッケーオッケーオッケー。ちょ、文字数でこれ9でしょ。ゴキブリ、タツノオトシゴ。いや、ゴキブリも使った鍵はさ違うんじゃないの。ミーアキャット、ウミネコ。使った鍵は違うあるかもね。ちょっと並べてから判断するか。8は違うね。え、なんだろうこのホッパーガンの、なんだろうねこれ。大好きなシーラカンス使わんや。あ、なんかレバー連打しちゃった。バグったかな、大丈夫かな。大丈夫でしょ、さすがに。7多いな。しまったよこれ。止めるかも。あ、だからこれ普通に赤は赤文字か。赤色のターン、青色のターン、オレンジのターン、緑色のターンだから、それ出てくる鍵がもうすでにあるってことかな。入れんのかな。あ、これだから4つの鍵全部入れたら開くのか、1つの鍵じゃなくて。そういうことか。これさ、さっき使ったアンモナイトが必要だったりしたらおもろいな。6文字だから。アンモナイト入ったら面白くない？なそういうギミック、なんか作りたくなるからあるかもしれない。アンモナイトの鍵じゃなくてってこと？え、あ、アンモナイトの鍵を今回のめちゃくちゃ見やすくしてるやん。うん、こうかな、うん、さて入れてっか。9が2択、提灯暗号か竜宮の使いで7文字と合体するかどうか。ちょっと、え、これちょむずっ、6文字目、6文字目が9文字目のやつの6文字目が7の2番目とかぶるかどうか。6文字目だから、のと、あ、
殿様がどこに来る、どこに来るがどこに来るのとあが提灯暗光殿様バッタがいいかな。2文字目ね、2文字目ね、うん、2文字目ね。のとあ提灯暗光殿様バッタかな。なんで蝶、なんで提灯暗光9文字だから。あー提灯暗、そう9文字目のやつの提灯暗光殿様バッタ。え、殿様バッタと提灯暗光ってどこが合う。6文字目、6文字目あだよ。うんで、とど、あ、あ、違うわ、ちょっと待って、リュウグウの使いだ、ごめん、リュウグウの使い、リュウグウの使いだよね、リュウグウの使いと殿様バッタだよね。そう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 、それ以外合わないね。あのミーアキャッ、あの2文字目だから、あでもそうだね、じゃあリュウグウの使いと殿様バッタはもう確定かも。そうだな、ね、どっちから読むか分かんなくね、これよくよく考えたら4文字目かもしれんくない。確かに俺こうだと思い込んでたけど、確かに。あの入り口向きもあんのか、考えたらその場合、その場合どうなる。まあ、9文字から埋めていくのが一番いいと思うから、9文字目起点で考えようか、何とつながるか。 OK、うん、一番縦が少ない。じゃあ俺逆で考えといていい。もあ、いいよ。じゃあ俺、これじゃあ俺4文字目で考えればいいの。うん、オッケーオッケー。俺6文字目で考える。ちょっと黙っといて。俺4文字目で考える。オッケー、リュウグ。はい、オッケー。グとチね。グとチで。グとチとずっとボヤン。で、最後から2個目がグとチ。うん、最後から2個目がグとチ。で、なかったらもう。ない。ないないない。グとチで、最後から2番目がグとチ、ない。ない、オッケー。じゃあ一応左右の向きもやるか。ああ、左右の向き、オッケー。あ、でも左右はでも結局一緒か、左右の向きはなくない、一緒だな、そうだ、左右はない、左右はない。じゃあこうか、リュウグウの使いで殿様バッツだで、殿様バッツだ、だからツ、うん、2文字目がツの 7? 7、うん、なんかあったかな。タツの落とし子、おお、そうだな。じゃあタツのお、おの5文字、おスタートの5文字、お、お、ん？おスタートの5文字？うん。おっとせい。おう。おっとせい。あった。タツの落とし5。あの、5文字ってまだあったっけ？いや、5、もうないよね。多分並んでるところにあるやつだ、全部。OK。おっとせい？うん。そうだね。で、次が6文字。で、下から2個目が、いの6文字。いの6文字？うん、え、なんて？下から？下から2個目がい、あ、アンモナイト。あ、やっぱ使うね。アンモナイト使いたくな、使うよね。え、他ある？あ、シーラカンスアンモナイトしか6文字を、え、待って、6文字？うん、あ、6文字はシーラカンスと、はいはいはい、アンモナイトしかないね。オッケーオッケーオッケー。じゃあ、44だよね。 あで終わる4文字、この辺で2個ぐらい出てきそうかな。4文字、この辺で2、3個出てきたりするか。カナリア、カナリア、カナリアだけ、カナリアしかない、うん、おー、カナリア。じゃあカで終わる3文字、リで終わる4文字、あ、イルカ。あとリで終わる4文字はアリクイ。え、リ、リ、あ、ゴキブリ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 、はい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 、ゴキブリ、イルカ。じゃあ溶けてん、あとはこれ合わせていくだけだ。そうだね。やべ、全然追えない、これめちゃめちゃむずい。ちょ、文字追うの手伝って、伝って、これ今青、あ、青、やばい、めちゃくちゃむずい。ちょ、これさ、うん、もうペイントでメモらん。代表？うん。いや、めっちゃむずい。ペイントでメモるの一番だな、これ。え、じゃあちょっと分ける？うん。グッズさん、ここの、グッズさんが多い方がいいよ。俺、じゃあここの、待てよ、待てよ、待てよ。なんか俺がさ、この光った瞬間に対応した、そのポケモンの名前叫ぶから、うん、一瞬で文字当てて。あ、めっちゃむずいよそれ。オッケーオッケーオッケー、いいよいいよいいよ、オッケ
うん、オットセイアンモナイト、あー、いい、よろしくお願いします。いいでしょ、だそっち、かなり待って、俺見られてなかった。待ってトンモンモ、トンモンモって出てきた、多分。待って、めちゃめちゃむずいじゃん。まずさ、まず6文字がなんて言った、うん、アンモナイト。じゃあ、モンモと、ちょ、頑張って覚えよう。リュウグウの使い、殿様バッタ、タツノオトシゴ、オットセイアンモナイト、カナリアゴキブリいるか。オッケー、いける。任せろ。リ。任せろ。あー、これ何、リ、イ、リ、イ、リ、イ、あー、リ、イ、キ、リ、イ、キ、ワッタファイク、ワッタファイク。でも、リ、イ、キ、合ってない、リ、イ、キ、合ってない。だってここ、リュウ、え、リー、リー、待てよ、違うわ、カーペット置けばいいんだ、カーペット、おい、カーペット天才、置けなかった、ダメだ。じゃあ、ドロップ、ドロップ、キューでドロップ、キューでドロップ、あ、取れた、取れた、違う、そこじゃない、こっち、ダメだ、これ順番が分かんないわ。そう、順番が分かんなかった。順番が分かんないわ。いい、これ分かりやすい。いき、これ何、いきつかあ、あ、これグッチさん、グッチさんがやったのが、待って、ここで止まんの、やばい、ほぼ溶けてるやん、これ。ちょっとリュウグウ、リュウグウの、ここで止まんの、やばすぎる。うん、あ、ごめん、あー、もうこれいいな。リュウグウの使いで、殿様バツタ、うん、で、タツノオトシゴ、ちょ、気合いでいっていいもん、オツトセイ、気合いでいってよ、俺。アンモナイト。いや、俺まず覚えるところから言ってるわ。カナリア、カナリア、アンモナイト。ヒ。イルカ、ゴキブリ。生きた化石。モ。やべ。通された。トツ。と。ちょ、待ってよ。赤。いや、キ、ここゴキブリ、ここゴキブリ。ここゴキブリ。緑行こう、生きた化石できた、なんか緑、気合いでいくぞ。生きた化石なら、じゃあこれシーラカンスだ。じゃあ俺赤シーラカンスに。ちょ、やばい、置いてかれた。一回置いてかれた、マジで。うん、OK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 、 集中してよ。ゆか、もつとも、あ、やべ、いけてない、全部。もつともおきか、え、これ、もつとも、もつと、重いか、あ、重きか。やべ、緑全然置いてかれる。うん、上、でも順番覚えてかれる。徐々に行くぞ。徐々に行こう。俺、赤はやったんだよね。うん、赤はやった。行けるとこをどんどん行って、もう合成してこう、徐々に。行くぞ、ここから。もう、つ、と、もう、き、い、持つとも大きい、最も大きい。あー、最も大きいね。多分大好きなクジラだよ、これ。おー、シロナガスクジラー。次、黄色。あ、緑か、先。あ、赤、青、黄色、緑だね。あ、赤、青、黄色、緑。あ、緑覚えた。ここ、うん、ここ、あー、ここ、うん、ここさあ、あー、こう、え、こうだっけ、こうこんなとこ、こんなとこ、こんなとこだった気がする。ついくる。オッケーオッケー。き、い、あ、ついくるよ、こっから。つ、
やべ。やばい、やばい。つの、つのお、つのお、あ、つのおん、あー、やべ、ダメかも。つのを持っている？え？つのおんだった気がする。つのおんだった気がする。緑？黄色。え、黄色？黄色なんてあったっけ、うん、え？オレンジかな？黄色。オレンジか。うん。こっからだ、もう一回。これ何？緑？次。次、黄色かな？黄色なんてない。つ、の、お、も、あ、つのおも、つ、う、ま、つのおもつ馬、つのおもつ馬だ。ユニコーン、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 ユニコーン。あった、ユニコーンなんて。ユニコーン、あった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 。あと緑だ。緑終わった、今。え？あ。緑やっぱここ最もこここの辺、うん、でこう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 じゃない、うん、違うかな、分からん、全然違うかも。ラストラストラスト、ラスト緑いくぞ。この次のこの次だね、この次。 OK、うん、絶対最初ここだ、こう、うん、で こ, こ,、ね、この辺、うん、でこう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 みたいな。くるよ。うん。ほんとだ。さ。こう。ん。で、こう。で、こう。さん、た。あ、たぶん鹿かな。え、最後の3文字覚えた。ここ、ここ、うん、ここと、一番、うん、ここと、さんたってのが見えた。トナカイがあったよね。トナカイ。あ、トナカイあるね。サンタがあるのはもうトナカイ。じゃあもうそれ行こう。あんもないと。あんもないないとなあり、あ、隣、最後隣、サンタの隣か、あー、そんな感じか。タツのあるよね、のの部分が光った。そんなことないか。あるあるある。シロナガスクジラ、うん、シーラカンス、ユニコーン、トナカイ。オッケーオッケー、取った。あ、シロナガスクジラ持ってる俺。シロナガスクジラ、あー、ある、はいはい。トナカイ、シーラカンス、シロナガスクジラ、ユニコーン。オッケー。どれが何色？赤が生きた化石だからシーラカンス。もしくは、はいはいはい、サイってあった？サイってあった？サイ、サイないか。いや、なんでもない、なんでもない。サイない、サイない。サイない、サイない、サイない。で、次が、スクジラ。青が最も大きい白のスクジラ、うん、オレンジが角を持つとまでユニコーン、じゃあラストがトナカイ。トナカイ、あ、開いた。これ開いた、スコップ。あ、終わった。砂を取り除くことができる、これだ。あ、違う、これ横だ。これ地下に続いて、嘘じゃん。まだか、マジか。俺全クリした気持ちだったのに今。もうオッケーかと思った。うわうわ、ちょ、ハサミ、ハサミ持ってる？ハサミ持ってるよ。渡すわ、これ。はい。はい。やーば。面白い、このゲーム。程よい。なんだ、これ。これも、繋がってないだけでクロスワードか、もしかして。あー、そういう？むずくね。むずいか。つながってないとしたらどのブロックがつながってない判定になるんだろうな。いやでもありそう。一応じゃあ部屋調査する、それぞれ。見に行くか。ああ部屋があんのか。ある一応。ほら、あ、経験値あるぞ。また名付けか。そういえば鍵使ってねえな。あ、確かに。これでもう鍵の名前つけて脱出かと思ったら全然地下世界やった。あ、リスポーン出しちゃった。はい、お前だけ取るな。向こうあるよ、向こう。
はい、ない。あ、なんか、あ、ない、なんかないね。なんかない。あ、ここだけ、うん、ここだけ鍵だ。ここ、うわー、いやでも、あー、いや、むずくね。あ、できないか。何、悪いことしようとした。いや、全然、なんか穴開きだからさ、うん、この辺からいけるかなと思った。うわ、トラップチェストだ。例えば、多分上から繋がってるんだろうな、これ。だから、もう一回あの鍵で順番に行く感じかな。どっちに繋がってるかがわかんないんだよな。地下ってさ、うおう、地下ってどうする？部屋の順番どうするかよ。あー、確かに、うん、そっか、まだあれか、しりとり続いてるってことか。そう、多分しりとり続いてると思う。だから2部屋あんのか、これ。隣、あ、なんか生きてる鉄扉1個あるから、そこ総当たりしてみる。あ、いいよ、やってみるか。一旦これ文字数、あ、文字数どうしよう。まあ、いっか、あとでまたやればいいな。なんか上、むずいな。あ、順番か。鍵を何回も使わないといけないからね、これ。一応ちょっと使わない鍵はまとめるわ。あ、カナリア、アンモナイト。順番か。殿様バスタ、タツノオトシゴ、ゴキブリ、リカオン、リス、あれ、なんだっけ、リスだっけ、こう来て、あ、リュウグウだ、リュウグウ、こう来た、リュウグウの使い、おい、鍵だぜ、鍵任せろ。あー、なんかあった、カワハギ、カワハギです、これ。こう来て、こう来て、こう来て、こう、いや、名付けっぽいな、これまた。やっぱアンモナイト行ってみる。アンモナイトはね、違うと思うんだよな、さすがに。え、で、カワハギどこだった？え、カワハギがその、唯一ある扉。降りて、降りて。え？ 2 個ない？まあ、1個あれじゃん、多分名前つけるじゃん。え、3つあるよ、全部で、扉。え、嘘？そこと、ほら、こっち2つ。あ、そうそうそう、カワハギは、右？はい、はい、はい、だいたい、はい、なんだろう、入れない場所1個じゃん、これ。多分ここを名前つけていくと思うんだよね。ああ、だから、ああ、そうだね、カワハギから多分一通りしかできないんだと思うんだよな、他の場所を埋めるの。ああ、でも確かに、じゃあカワハギからでスタートで考える。そうだね、カワハギ、カワハギ、ギーが、でもそしたらさ、うん、これも4つの鍵で完結したもの、じゃあ3つか。あ、もうギがない、だからギで終わりってことかな、つまり。ってことだよね。だからこっちからもうつなげていかないと、うん、わかんないですよってことかな。リュウグウの、ちょ、試しにつながるかどうかやってみるよ。うん。イソギンチャク、クリオネ、ネズミ？ネズミあったっけ？ネズミあった、ネズミあった。あったね。ネズミは強烈なインパクトがあって覚えてたわ。ネズミ、ミーアキャット、あ、じゃあ。と、あれ、とから次がない。トナカイ、トナカイ、あ、トナカイ戻すね、こっちある、うん、うん、トナカイ、あ、そうか、そっちにあんのか。どこに置けばいい？一番、なんだろう、左、いい、で、いい、なんか、なんだろう、ある、
ない。ない。あ、ここがあれか。そうだ、ここがイからじゃかだ。イカじゃん、もうイカの鍵にしていい、これイカの鍵でやってみていいじゃん。いいよ。でもホタルイカがあるよ。ダメかな。まあ、やってみようぜ。イルカの鍵使えたりして。あ、イルカの鍵行ってみる。てか、あの場所で合ってる本当に。やべ、ちょっと待って。やばい、名前が。オッケーオッケーオッケー。え、イルカの鍵使ってみようぜ。あの場所だよね。ここだよね。カワハギの左だから。あいえ。え、なんかカワハギがあそこなの。うん。あ、カワハギ、あ、カワハギあれか。場所違うかも。違うよね。カワハギ違うわ。ここ行けるって試しに。絶対違うでしょ。全然ちゃうわ。じゃあ待って、カワハギ、そうか、そうだ、ごめん。カワハギでもう完全に終わるんだよね。だからあれだわ、トナカイ、カで終わるやつを置くんだ。いるか。 あ、スルメイカがあるわ。じゃあ椅子だ、椅子。ホタルイカもある。ホタルイカある。え、なんで トナカイここで確定なの？後ろがミーアキャットだからだね。あ、もうこれもうやってくれたのか。あ、そうそうそう。トナカイ。ホタルイカなんてある？ホタルイカなかった？スルメイカじゃない？あ、スルメイカ、スルメイカだ。じゃあ、イからスだ。イースト島。島やん、もう。イギリス、イカラス。ちょっとタラコ、さっきのアンモナイト頼むわ。え、アンモナイトパワー頼む。トリバトリ、トリディソーじゃない。え、イカラス、イーグルアイ、イーグルアイ、うん、イーグルス。じゃダメだな、多いな。イーグルス、うん、イシウス、イソギンチャス、イーストキン、イーストキン、イから始まってすぐ終わる動物？うん。だよね、合ってるよね。イルス。え、ちゃう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 。合ってるよ。ちょっと一回場所だけ確認するわ。イアンクック。ああ、でも合ってるわ。イアンクック。インコ。インコ。ちょっとちゃうね。インスパイア。インスパイア。イルス。イギリス。イギリスになるよね。イース。イアンス。イアス、イース。イカス。イシス。イシス？イカロス。イカロス？急に具体的な人名。います。石臼。無機物。ああ。いく、ああ、いくら。いくら酒っす、それ。いくらは酒っす。なんだろう。いき、むずいな、めちゃめちゃむずいな。なんだ。やばい。イカラス。あー。陰湿。つやんけ、もう。あ、そうか。イース。いる。イン。いきこの考え方が合ってるか、ちょっともう一回俺整理しとくから考えといて。考えといて。インコ、インコ、インス、イン、
インドネシス、動物園にいる動物考えてみ。モンキー、チンパンジー、ミーアキャット、猿しか出てこん、レッサーパンダ、パンダ、猿しか出てこん、なんだろう、日本猿、やばい、むずい、イルカショー、イルカショー、石、インキ、いやー、インパルスヤンクックしか出てこない。イシス、神様ね、イシス、うん、イージス、イージス言ってみ、イージスイージスは違うか、イージスはないだろう。なんか多分スパッと納得できるやつがあると思う。なんで出てこないのこういう時。いや出てこんね全然。ヤンス、いやー動物のはずだから、イクスカリバー、イクスアルビオ、あごめんなんでもない。これとめっちゃ考えたから唐突に出てきちゃった今。別に何でもないってことでもないと思うけどね別に。うん、まあまあまあ動物、行く、行こうなんかつながりそう。イコライズ、考え方が間違えてるまであるよな。間違えてるのかな。伊勢エビ、ああ惜しいな。伊勢エビ、惜しいな。イソギンチャク、え、巣だね。惜しい。サタサタ、イタ、あ、イタ、イタチ、あー惜しい、イタ、イタ、至るところにいるリス、イーン、イタ、イチ、イチ、イチジク、あ、イチジス、イチ、イツ、いつもいるリス、あー、イツ、形容詞は多分ダメだね。いつ、あー、いてこます、むずくね。イナキス、イニシャル D、 やっていいのか分かんないんだけど、なんか砂焼けてる今。ガラス、まさかの最後ガラス、板ガラス、板ガラス、来た。それもう一個ガラスやって板ガラスにしてやるんじゃない、もしかすると。そんなことある、板ガラスの鍵、おお、もう今もう全てがつながったよそこに。板ガラスの鍵来たー、行くぞ。板ガラスの鍵で行くの、板ガラスで行くんじゃなくて。あ、板ガラス持ってく。
うん、板ガラス持ってくか。何ね、板ガラス持ってくのありじゃない？やってみる。砂焼けるんだからさ。そんなことある？そんなことある？そんなことあるか。なんだろう、あと俺どこまで考えたっけ。イナ、イニ、イノ、あれ板ガラスどうやって作るんだっけ。3つか。あ、うわー、イノシシか。イノ、イノシス、うーん、イネ、イネムリ姫、イノ、イノックス、うーん、イノ、イノ上、あー、バークベンチないと作れねえぞ、板ガラス。あ、イハ、イヒ、イ、バークベンチある。マントヒヒ、イ、イギク、イギリス、ウグイス、ウグイスだ、そう、ずっとなんか引っかかってたんだよな、ウグイスだ。イス、イ、イ、マンモス、イ、イリ、イロ、ラウマンゾ、イロス、イロハス、イロハス、違うよ、イク、ピクルス、イチ、イチジク、うん、イツ、イツメン、スキー、イ、赤さとの葉、全然ワークベンチねえわこれ。イフォイフォイフ作れねえじゃん。イフ堂々。イノイノシカチョウ。イノシカチョウ。イノシシ。いやもう言うた。モノモンシロチョウ。モンシロチョウ。アゲハ。虫虫ありだな。イイム。あもうダメだ。ああうる。イク、イクラちゃん、イクラちゃん、イクス、あ、イ、赤サタナハマ、イマ、イマイさん、イマ、イマンス、イマ娘、うん、意味嫌われるもの、あ、待ってここ剥がしてねえわ、2個、イム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 ス、イム室、うん、イモ、ここ、あ、イモ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 ス、イモス、ハサミでいいんだろう。イモス、ここもここもここ。イモス、イモ、ナイスナイスナイス。イモス、イモのし、イモ、イモソス、イモ、イモ、赤サタナ、ハマヤ、イヤ、イヤンコック、イヤンス、イヤ。なんかあるのかもな、さすがにこんだけ出ないと。伊藤洋カス、よ、赤サタナ、ハマヤ、ラ、イラ、イラ、イライラボス、イリオモテヤマネス？誰それ？イリ、イル、イル、イレ、イレ、イレモノス、イレモ、イレ、入れ知恵、入れ、色、色、色はす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 、ラリルレ、赤サタナ、ハマヤラは、岩、岩あて、石つぶて、あー、岩あて、岩あて伝えば、あれ、待って、また引っ張られるところだった、あれに。あの動画に引っ張れる、本当に。岩く岩ってじゃないよ、岩す、岩す、岩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 、インスパイア、なんかインな気がしてきたな。イン、インキ、インキン法、インクル、いやマジで全然出てこん。ドネス、イカラスってむずくね。イオ、色男、じゃああの考えはあってそうだった？ああまあまあ他に候補がなさそうだよね。これスから始まって、うん。じゃあカから始まってトはないよね？え？逆パターンは？カから始まってトっていうのはどことどこ、これ？うん、あもうなんでもない。スルメイカトナカイみたいな。ああ。え、ないでしょ。カワハギから、ね、カワハギから繋がるところがないんだよ。ギがない、ギが。あ、そっかそっか。
石臼板ガラスじゃないのこれ。板ガラスじゃない。板ガラス持ってこうよ。この板ガラス。板ガラスでも持ってこうもこれ笑う。ワークベンチないと作れないんだよ板ガラス。イクチドリ。違う。いやーインパルス行こう。インパルス行く？インパルス行こう。行く、ああいい、イギリス、なんだろう、イギリス、イギリス、エジプト、オーストラリア、カメルーン、キリバス、クウェート、ケニア、コロンビア。国名思い出してもしゃあない。あから順番に出てくる。何から始まるんだっけ？イからトナカイ。なんもないと。はあ。イシシ。ノシシ。俺たちのこの山賊。懐かしい。最近見たし。あじゃっぱーせーのあじゃっぱーそんな感じ笑いの金メダルみたいなやつやね。あーわかんないわ。いろは全然出てこん。インスいろいろいろんなカス。いろんなカス。いろんなカス。NHK の5分番組ね。何それ大人気 NHK5 分番組。うわー、なんだ、ちょっと。愛されてきた。あ、いいよ。今日はラーメン食って、ストレンジャーシングス見ながら、ラーメン買ってきた。こんなに出ないことある？いやちょっとどういう系の動物かっていうヒント欲しいな。なんかないのかな。でもアンモナイトその自力で解いたからやっぱそういう感じなんだろうね。そうだね。このワードになんかヒントが落ちてるとかじゃなくて。仲いいの場合トナカイが違う場合ない？他にトで始まるやつがトンネルズ。いやもう違うやろ。絶対トナカイやん。それなら違うか。トンネルズかトナカイならトナカイだよか。いやなんかアイス食べてたら発想が柔らかくなる気がする。待てよ、一応もう一箇所チェックできるじゃん。これで合ってるか、考え方が戦闘か。ちょっと待って。いいっす。あれ開かない？これ急ぎん着で。え、嘘？開かないかも。え、でももう一個なんかもう開いてるところがあるよね、やっぱりドア。開いてたやつを閉じてやってみたんだよ、最初から。これ最初から開いてたのに多分。いや、最初閉まってた。最初閉まってて俺が開けた。レバーをやって開けた。じゃあ、急ぎん着じゃないのか、これ。めちゃめちゃ綺麗になるからな。これもしかしてさ、そこでもさ、あの名前のない鍵が2個ある理由が。ごめん、ちょっとアイス食いながらで申し訳ないんだけど。1個アンモナイトン使ったっしょ。でも今回アンモナイトン使ってなくね。
使ったのもう。てかあれじゃん、そもそも名前のない鍵2個だったんだからさ、2個あるっつってももう1個じゃん、今アンモナイトで。でもそれをもう一回変えるんじゃないの。ん、どういうこと。あ、ごめん、なんでもないわ。そっか、アンモナイトの鍵はアンモナイトの鍵で、もうそっか、そうだ、ね、じゃあ一旦その話終わって。そうだね、うん。でもいいから繋がるのある、これ。ちょっと格好が違うならもう一回総当たりするか。じゃあ最初閉まってたのか、いくら閉まってすでしょう。そこで多分俺の勘違いが発生したのかな。開いてると思ってここ関係ないと思う。あ、俺があの開けたレバーで、ね、割り食いだここ。あ、違かった。そうだね、となると全然変わってくるな。あ、じゃあちょっとアイス食べとくからお願いして。なるほどね。あ、だから俺があの鉄扉3つあるよって言ったの。なんか、あ、そうそうそう、そう、なんか空いてる、元から空いてるのが1個だったから、で1個はなんだろう、解くとこだから、カワハギしか分かってないと俺思ってたんだな。そういうことか。そこでもう勘違いしてたんだ。でしかも急ぎんちゃくから、なんでこんな綺麗に繋がるんだよ、じゃんこれ。やめろマジで、綺麗に繋がるの。確かにめちゃくちゃ綺麗に繋がるから、もう全く疑わんかったわ。そういうことか。アリクイ、急ぎんちゃく、あ、1個ずれてるわ、待てよ。そうだわ、あ、だからそこから繋がるんか。じゃあトナカイが使わないんじゃない、これ。むしろトナカイで開いたりしない、これ。あ、違う、トナカイじゃない、あ、そういうことか。ここはトナカイじゃなくてってことか。そうだよね、1個ずれるから。はいはいはい。うわ、めちゃめちゃ噛み合ってると、そういう理由か。ちょうど次、急ぎんちゃくが来るんだ。うわぁ。じゃあ、そうなってんだろうな。多分、そうなってるんだろう。じゃあ、クからス？いや、でも、これはなかなかマルチならでは、落とし穴にはまっちゃった感がある。お腹いい。イからカだね。イカ、ね、ここ使わないよ。ここが、あの、鍵でしょ。あ、そうか、そうか。あ、で、ここが、あ、で、カが、あ、そうか、そうか、そうか。そう、だから、ミーアキャットと、トカラス？トカラス。はい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 。トルコアイズ！トランセル！あ、全然違った。あ、トカラスね。ちょっと待って。あ、出てこんわけやわ。トンネルズ！ほら、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 ほら。ほら、トンネルズじゃん。ちゃう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 。なんで違うの？ちゃうやろ。じゃあ、トーマス、トーマス。トーマスかな。なんでトーマスかな。A から入るタイプじゃん。もうちょっとまともなこと言ってくれたら否定しない。トカラスでアンモナイトみたいなやつ頼むわ。トカラス、トカラス、トカラスね、もう。こうやって書くと出やすいよ、やっぱ。いや、でもありか。あ、トリケラトプス？どう？おお。あり。どう？あり。やってみていい？うん。めちゃめちゃ降りてきた、今。これであかんかったらやばいぞ。もうないよ、俺。全部出したよ。もう俺、アイス全部開いた、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 やった、やった、やった。あ、ごめん、開けて。だね。バイバイ。え、開けろよ。おい。開いてる、開いてる。あ、黒い立方体。これあれだな。クロスワード保管できるな、これ多分。違うから。そういうわけじゃない。クロスワード保管するわけじゃないんかな。そういうわけじゃないか。何に使うんだろう。持ってきた？あ、持ってない、ごめん。あ、もう OK、OK、OK。おい、もう俺もうずっとアイス食べてるから今もう左手でしか操作してないよ。これ、置いちゃって置けちゃったらやだね。えへへ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 へ。おぉ！なんかグッチさんが離れてみて。あ、ほら。
あ、それ持って近づくと保管されてく？え、なにこれ？え、なにこれ、なにこれ、なにこれ、なに、なに、だからやっぱクロスワードしてこれがそこの文字なんじゃないの、うん、え、っていうこと、まだ俺掴めてないやつ、これクロスワードなのこれ、うん、これが、うん、これが文字でしょ、使う文字、ああ、そういうこと、うん、なるほどね、で今その出てきた順番があったから、それが順番じゃない、いかそれインベタリ戻してみてよ、降りてほしいよね、うん、降りてほしい、めちゃくちゃ戻して、めちゃくちゃ降りてほしい、めちゃめちゃ降りてほしいんだ、あのどっか行って今すぐめちゃめちゃ降りてほしい、やばい、ちょっと待って、 あの縛ったけどダメだ、チェストに返してこようかな、あ、嘘、ダメ、チェストに返してきた、あ、もうダメだこれ、ダメだこれ、終わったわ、いや、終わったってことはじゃあ関係ないってことじゃない、関係ない、アナグラムなんじゃないこれ、だからもうクロスワードやってアナグラムじゃない、うん、そういうこと、置けないわ、てかこれ、あ、どうにか降りませんかちょっと試すわ、やるか、じゃあ、うん、うん、まずここ1ブロックないけど4マスだよね、1,2,3,4,5,6,7、ここが1,2,3,4,5,6,7、え、1,2,3,4,5,6,7、めちゃめちゃ7あるよ、7多すぎだろ、7、2個しかなくなかった、7、え、9が2個ある、トリケラトプス、あ、7、3つになってるわ、トリケラトプス、ナイス、え、これ下まで来るん、これ、あ、来ないな、これどうなん、これ、ここどうなん、ここあれ、浮いてるから、そうです、あー、あった浮いてたそうだよ、そうだよ、浮いてるよめちゃめちゃ浮いてた視野狭、俺、なるほどね、5をメガネあれじゃん、頭に上げて気づかない人どこどこどこ、7、あー、もうダメだ、どこが浮いてるかわからん、これ7775、これはちゃうな、うん、4344、あ、違う、待てよ、4344か、あ、43、あ、4344だな、あ、4、違う、434だ、434だね、434、はい、よし、これ鍵持ってきた方がいいかもな、ちょ、使うやつ持ってくるね、俺、本格的にアイス食ってるやついるって、いや、今あの最後の方のコーン全部空中に頬張ったから喋れなかった、あ、そういうことね、うん、本までしっかり味わってるからね。OK、食べよう。と、水持ってくる。7。あ、俺のインベントリー攻めいや、トリケラトプス神だな。いやーね、さすがに。一応何パターンかあるのかな、一応。さすがに来たなって思ったね。え、ないでしょう。あれ、でもこの世に生物っていくらでもいるし、ありそうじゃない、見つかってない生物もいるしね、うん、543だと、クロスワード、3ってネズミだけだっけ、あ、イルカもいるわ、イルカとネズミ2つある、あとで7が多分3つ、7ね、めっちゃある、5つある、あ、嘘、うん、7元あれじゃ何だ、8か、8が2つか、 9だね、9が竜宮の使いと、なんか、うん、白な、違うわ、あ、
なんだ8じゃない。あ、竜宮の使いはそうだ、9文字。ははははははは、あはは、あ、ちょうちんやんこと竜宮の使いが2つだ。8文字は、8文字は白長スクジラオンリーかーな。お、なんか増えたんだけど誰増えた。俺が持ってた、あのトナカイとオットセイを入れた今。あ、なるほどね。ちょうどオットセイが欲しかったんだよな。あ、収まりいいわ。オッケーオッケー、これで時行くぞ。せんな。これねえねえ、グッチさん、これなんて読むの。ん、立ちバサミで。あ、立ちバサミなんだ。うん、よし、じゃあまず当てはめていくぞ。はいっす。何文字目が知りたい。いや、また俺全然見れてない。なんだこれ、どれが7だこれ。こうか、7がこの縦とこの縦と、あととどめにこの横。やばくね。え、待って、これどこがつながってんの。ここか。うん、だから3文字目だから、こう下から 3, 文字目と3455ん5かね、5文字目。ああ、そっか、下から、うん、上から5文字目と、うん、最後が重なるやつね。 OK、 やってみよう。あるのがミーアキャット、トリケラトプス、イソギンチャク、トノサババッタ、タツノオトシゴ。いや、俺もう見れないから、もう覚えれんから、もうグッサンで。オッケー。じゃあ多分一番右がタツノオトシゴ。じゃあオッケー。タツノオトシゴ。うん。でそれがミーアキャットに繋がる。タルノオトシゴ。ドンキーコングみたいになってる。うん。タツノオトシゴ。で。ミーアキャット今のツッコミのもろ、ミーアキャットミいいから、ミーアキャットだって。横がで、やだから、下から2つ目がやで終わるのが、え、これはが7。ここもイソギンチャク、これも横、この横、俺が歩いてるとこはミーアキャット。はい。で、ここがイソギンチャク、多分。イソギンチャク。イソギンチャク。うん。で、次、イソギーだから、ギで終わる4文字が、カワハギかな、多分。え、そっちいる？ここ。あ、いらないか。まあ、いらないけど、カワハギだね。いらないけど。あ、オッケーオッケー。うん。いらないけど、カワハギ。まあ、一旦じゃあ、このレッド、このレッド。待って、ちょっと使うやつ、カッコつけようぜ、じゃあ。カッコつけよう。だから、あーり、オッケー。だからこれはミーアキャットだから、ミーアキャット、やつ、やつだ、やつ、やつね、ミーアキやつと、まあ後ででいいか、全部やる、とりあえず。オッケーオッケー。じゃあ、ミーアキャットで、これは縦分かったから、これ横、1、2、3、4、5だから、ここ何、どれこの縦、何この縦、これ縦は7文字だね。そこは何、それが、イソギンチャク、イソギンチャクの何文字目が最後のやつ、うん、これか、うん、そう、やイソ、銀、やが一番、銀とやつだね、今、銀とやつ。じゃあここの横も、横はもうあれか、ミーアキャットか。あ、そうミーアキャットが、最後がミで終わる、こいつ何、ネズミだ、ネズミだから、こう最後がネの4文字、最後がネの4文字。オッケーオッケー、クリオネ。じゃあクリオ。オッケーオッケー。で、あと後ろの5文字がある。あ、これなんだっけ、ここが、ここがミーアキャット、ミー、あ、あ、赤、それまだ解いてないね。 あの4文字だね。アリクイかな、アリクイ、アリクイ、5文字で、4文字目がいい、スルメイカ。あ、じゃあカ、スルメイカ、お、やつ、銀、
ちょっと、なんかあれしていくか。活動と仕事はまず関係なくて、ミーアキャットの全部入れるよ。お、うん、お、やつ、あ、銀、で五文字の最後だからか、あとおだね。なにこれ、おやつ、おやつ銀か。待てよ、おやつ銀か、おやつ銀かを並べ替える。なにこれ、コロッケ。いただきんかみたいなノリですかね。なんだろう、いただきんかとおやつ銀かだから。かんぎゃお、ギャッ、ギャオ、ギャッ、ちっちゃいやつとちっちゃいやで考えてみん、とりあえず。ああ、ありだね。いや、どうだろう。で、やがつながるのがギャしかない。そうなると。うん。そうだね。その視点いいね。その視点いいよ。ギャ。ギャツビー。もう、ビがない。お、俺ギャー、浮いた順番をさ、覚えとけばよかったものを。じゃあ、ここが最初だった。ここ、俺でやったで、お、とか言いながら言ってたの、ここだった。あ、ほんとだ、ここだった、ここだった、ここだった。で、だからそれは、ね、やつのつ、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 つか、つか。つ。ん？うん、うん、つだな。じゃあ、つ。でも、あー、うん。つ、つか、うん。え、じゃあちっちゃいつじゃないじゃん。次、あ、次をやんか。次、次、ありそうそれ。次やかんを。次や、次はおかん。次親かん。次親かん。親感、え、親感、え、親感、え、親感、親感で、どういう意味、What's mean、親感ですわ、親感、親感、親感ですわ、親感、え、これもう一回見れないの、これもう一回見れないの、どうにか。え、じゃあ俺に貸してみて。はい、え、どうやってするんだっけ、あ、こうか。え、いや、怖っ、あの、もう、あの、F、F、F かなって、どっちだろう。もしかして上も浮くとかない？まあ、バカさ。ああ、やべえ、全然覚えてない。あ、でも順番とかないな、これは。あこれ、タツノオトシゴ、イノナガスクジラ、アウト。え、しかもなんか高さ違くね。あ、あ、そういう、あれ、やばくね、これ、やばくね、高さ違う、登れる、登れる、これ、あよ、アスレ来た。アスレ、下手くそすぎだろ今の俺。登れる、あー、登れる、あー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 、What are you doing? What you doing, man? 次、親か。次、親か。あ、出れる？え？出れないわ。なんかあるかな？なんもねえ。鳴らせんの？あ、鳴らすってそういうこと？鳴らしてみて。いや、なんもない。え、じゃあ下のやつは関係ないの？クロスワード。待てよ、鐘鳴らすと下で何か起こってたりして。あ、チェストあった、チェストあった、チェストあった。もう怖い、ちょっと叫ばないで、俺ちょっとビクッてするから。ごめん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 。チェストあったもん、でも。え、どうやって飛んだ？うわ、うわ、うわ、うわ。なんもない。地下。ないか。上チェストあるわ。ちょっと俺上まで行けんないけど、どうやって行った？
え？え？ヘタ？ルートがわからん。ヘタ？ヘタッピー？ヘタッピーか？いやごめん、なんでもない。わかったわかった。わかったよね。お前なんかに頼らん。どうだ？わかんないね。これ登れんの？これ壁がなくても。ああ。あれ？ 1.8.1 知らない？このゲーム知らない？もしかして。だってここまで来てチェストを見つけるのあんなに遅いってマジあるんやん、そこに。全然見えんかった。全然見えんかった。この金がでけえから。どうすんだ、これ。え、屋根の模様。屋根の模様。屋根の模様。何？あ、なんもないな。なんもないんかい。でも見れるってことはなんかあんじゃないこれ、屋根の模様。違うかな。屋根の模様って何？あ、違う、線対称って。え、屋根の模様、ほら、これこれこれ。え、青とか水色とかであるじゃん。あー、いやー、それは違うんじゃないか、さすがに。違うか。さすがに違うだろ。いや、な、ね、何があった？あるやん。え、開いた？宙に浮く床を並べ替え、わ、もう何て言うの、にゃんにゃんにゃん。え、開けるのそれ、大丈夫だろ、これは。え、開け、ジャンプして開けてみ。全然開くわ。あー、ちょっと、死ぬ、気をつけて。もう一回、死んでみて。いや、ダメ。ちょっと、こっち。いや、受け身とんの下手だな。受け身とかじゃないよ、これ。ちょっと読みたい、それ。俺もうちゃんと死んだわ、こいつ。いや、ごめん、俺ちゃんと近いリスポーンしてる。これもしかしてさ、紙見たい、俺も。上のワードもじゃない？一応見たい。それ。いや、予想してみ？だってヒントにならんかったんだよ。いや、でも見たいじゃん。じゃあ、何が書いてたと思う？いや、だからそれを見たいんだって。中にが最初。中に。中に浮く床を並び替えよ。以上です。ああ、なるほどね。もうでも、あれだよね。これもやる。これもやる。そうだよね、多分。次、親感と、じゃあこれ。これタツの落とし子だ。タツのの覚えて。の横何だった？7文字。タツの落としだから。待って、違う。ごめん。これタツの落としだ。違う。リュウグウの使いだ。ごめん。リュウグウのだから。殿様バッタ。殿さ。うさ。うさ。で次言うね。バッタ。次言うね。うん。ここがタツの落とし子だからのと。死後のうさの、あ、やべ、うさのうさのたつのおとしごうさの死後、うさの死後、うさぎの死んだ後に、うん、ここがせおとせい。で次もここもあんもないと全部つなげたらどうなる。うさの死後せも次、親感、うさの死後せぼ。牛の。待って、これ、クソむずない？むずいね。もうし。あ？牛の、あお。どっちが先かもわからんよね、まだ。あ、うん。その2個が、だから、それでも高さ順にやってみる。どうだろう、これ、アスレになってるだけじゃないのかな。まあ、やってみるか。例えばだけどさ、でもだいぶ高さ順にやってたよ、計らずとも。これ、だってこっちから順番だから。あ、ほんとだね。あ、でもほんとだ。めっちゃそうだ。ごめん、じゃあ。うさの死後せもだわ、むしろ。高さ順が。逆だと、もせごしの猿。いや、全然わらん。もちごせの猿。次。逆になんかあれだよね。その、どういう文脈が来るかわからんから解きづらいってのもあるね。でも、次のまで繋がるよ。次の。あー、あれか、前のやつを混ぜれば。うん。これまでのがなかったから、なるほどね、次までしか出る。次の13文字のアナグラムってだいぶだ。
ね、13文字のアナグラムさせるのやばない？もしかしたらさ、2つの単語が出てくるとかかな。そう考えてみる。どっちも考えるか、じゃあ。でも次親間で全然出てこなかったよ俺たち。次親間マジで出てこんかったね。もうギリギリが次親間だったから。単語親間なんだって。単語待てよ、おかん。最後のしりとりがカワハギで終わったのは関係ないか。関係ないか、さすがに。あー関係なさそうだって。もう、うん。OKOKOK。あーでもあるか、ギ。ギャー。あ、でも。あ、でも無理だな。え、待って、これの上のじゃあ最後なんだっけ、ここ。え、関係なさそう。それは最後、リュウグの使い。リュウグの使い？う、さ、ぎ、お、かし。このやもどう？え、何それ。あ、でもない。ごめん、ちょっと惜しいね。うん、うさぎおいしい、なんとかかんとかでしょ。うさぎないね。ふるさと、いやもういい線いってる。いい線いってる。うん、ない頭にしては。おっと、ない頭伝えは。おっとせ、とがない、とがない。おっとせの仲間。あ、うわ、なんだっけ、あの足。足か、足か、足かか。一旦これ止めるか。ああ、ありがとう。メモ持ってる？宙に浮く床を並び替えよう。うん。宙に浮く床を並び替えよう。並び替えてどうしろってんだい。あ、でもそれをさ、使うとこってもう鍵に名前つけるしかなくね。そうだね。じゃ最後何々の鍵で固定してもいいかも。できるよね。どう？できる。それだったら10文字のアナグラムになる。じゃあ何々の鍵じゃない。じゃあ9文字にならん。あ、でも鍵って両方使ったからあんまないともう一回変えるのか。でもそんなことないな。じゃあ鍵の線ないかもな。いや、鍵さっき取り切ったと思ったから。一旦それでいく？いやー、どうだろう、怖えな。鍵使ったって考えるとないような気がしてくる。両方名前かすれた方を使ったっしょ。ああ。待てよ。俺怪しいと思ってることが一個あるんだけど、関係なさそうだからやめるね。もう一回言ってみて、言ってみて、お願い。お願いだから言ってみて。マジでそれがもう本当に関係なかったらマジでもうスルスルから。本当に関係ないと。いや、なんか全く今まで関わってこなかった2文字のリスの鍵あるじゃん。リスの鍵。そのリスの鍵あるんだよ、リスの鍵。はあ。だからなんちゃらかんちゃらリスの鍵にできんのかなと思ったけど、そんなこともないなと。なんだろうな、この謎。あ、わかったかも、これ。わかったかも。これ、リスの鍵じゃないんだよ、本当は。何？これ、本当はアノマロカリスの鍵で、それがかすれてるんだよ。アノマロカリスって何？アノプスの元の古代の生物みたいな。もういいよ。いい線いってると思ったんだけどな。いい線いってると思ったんだけどな。何々の鍵はありそうだな。のぎかを抜いたらどうなる。え、言ってみていい。のぎかを抜いた、あ、いいよ。うさしごせも鍵。でも鍵だったら何かを変えなきゃじゃん。
ツを。じゃあ、今まで使ったトリケラトプスをさ、こんな見捨てていけねえよ俺。アンモナイト、トリケラトプス、古代からはるばる来ていただいて。あ、わかった。何？あの、違うか。言ってみ、言ってみ。それがヒントになる。何々を、何々持つ。あー、違うか。いや、持つって並んだからさ、何々を持つ。あー、なるほど、なるほど、なるほどね。うん。ごし、う、お、いや、牛を持つ。牛を持つ。牛を持つ。おおおおおお、このね。アホっぽい方の。アホっぽい方のおね。牛を持つ。探せやん。探せや。何も出てこ。え、めちゃめちゃむずいやんこれ。なんかさ、これここだけさ、緑の文字ななんかあると思う。緑。でかした。これスタートとかある？でもでかしてないわこれ。ちょ、でかしてないわこれ。でかしてないか。いやでも確かに、確かにな、確かにな。ここ土だもんな。これ柱が伸びてるだけかと思ったけど、そんなことないかもしれん。実はなんかあるか。いや、なさそう。これはちなみに誰が対応するんだ。ちなみになさそうだわこれ。これ多分この下全部緑だわ。あー、そう。うん。スペクテーター見た？あ、見た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 。あ、見た。じゃあ違う。今あれ、壁透けて見えるあれ入れた。はいはい、はい、X-ray ね。X-ray、そう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 。あー。あー、でもそうだわ。下全部そうだな。こう見るとそうだ。うん。え、じゃあやっぱアナグラムか。アナグラムやね。でもこれまでに関係する、だからやっぱ生物に関するものじゃない。こんな名前長い生物いねっすよ。一応考えといて。待てよ待てよ。あるかも俺これ。いい線いった。なんか考えが。ちょっとね、待ってよ。任せろ、今すぐ解いてやる。え、ここガラスない。え、あー、もうダメだ。もうダメだわ。一旦別のゲーム行く？一旦別のゲーム行く？ないか。ないね。ないか。一番ない多分。面白いの作るじゃねえかよ。ちょっと待ってよ。ちょっと考えを共有してこ。あ、俺だけが、はい、とか、俺だけが解いて気持ちよくない。オッケーオッケー。ちゃうかもな。全然ちゃうわ。え、めちゃむずい。いや、本当になんていうの、こういうこの考えでいいのか、それともなんかもっとパッて答えれるようになってんのか。え、むずい。おかん。おかん。俺もおかんしか出てこん。
かんの詐欺。おかんの詐欺。ツボ。おかんの詐欺しか作れん。おかん詐欺し始めるだれ。おから。おから。おかん。なんかこんないきなりアナグラムなわけなくね。でもなんかもうちょっとありそうでは。なんかありそうだよな。さすがにめちゃめちゃじゃないこれ。いきなり突き放されてない？このレベルのアナグラムってだいぶだと思うんだけど。結構だって言ってることやばいよね。だから多分なんかあるよ。さすがにこのまま行くのは。わかった。スコップ。砂を取り除くことが、いや違うな。砂どこある？砂を取り除けますみたいな、トンチかなって思ったけど。そういうこともなく。いやちょっと上は上で考えてみるかじゃあ。オッケー。うさしうさのし5000も。牛の5させも。もしうさの5もうだった。いやでもできるか。7文字、ね、7文字でがつながったらもうなんか、あーでも両方考えて、下のクロスワードが間違ってる説はない？ない。じゃあ、あの抜く文字を、ない。一回確認する？ない。上はない？ない。そこが間違ってたらさ、もうダメじゃん。そうだね、ブローベリー取れちゃう。書いてた、関係ないですよ。リュウグウの使い、リュウでしょ、トノサマバツタでしょ、なんだっけこれ、タツノオトシゴでしょ、タツノオセイでしょ、アンボナイトでしょ。合ってる合ってる合ってる。ミヤキャタツノオトシゴ、ミヤキャイヤツとヤツ、イソギンチヤク。他に入るやつあるか確認するか。銀トリケラトプスって使った？はあ！トリケラトプス、でも一緒だわ。でも浮いてるとこ。待てよ、でもそれがあるかもしれん。なんかあるかな。なくね。待てよ、これ1,2,3,4,7 でしょ。7文字他に入るか。急ぎん着だった場合、地で終わるやつがない。ミーヤキヤットの場合、ヤで終わるやつない。今これタツノオトシゴだよね。タツ、タツノオトシゴだよね。これがトリケラトプスでもピックする部分は変わらない。待てよ、変わらないわ。でもさ、はい、トリケラトプス、タツノオトシゴは合うよ。え？ん？
たつのおとちご、あ、合わんかった。合わんや。あれ、ここなんだっけ、これ左上。左上はネズミの前だからアネモネじゃなくてなんだっけ、クリオネ、クリオネ、クリオネ。ここおでしょ。うん。で、ここがイルカなんだよね。え？どれ？違う。ここがなんだ。これスルメイカか。スルメイカ。うん。か。ここ縦が？イで終わるやつだからトナカイ。アリクイ？どっちだ？アリクイかトナカイ。まあ、どっちでも変わらんな。あ、アリクイだ、アリクイ。めちゃめちゃむずいじゃん。逆にする？こう読む。あー、なるほどね。そっちだとできるかってことね。じゃあまずこの7文字で1、2、3、みあ、あけぎさの。いや無理だね、できないわ。あー違うな、違うな、わかーん。急にわかんぞ。探索ミスあるか、上から見るか。いやでも並べ替えたら解けるってことは並べ替えるのかな。全然ありそう。あお、解けるのか。だいぶだぞこれ。13文字をアナグラムする。シンプルな、シンプルな。これまでのなんか知識は必要っていうか、なんだろう、多分何らかのこれまでの何かがヒントにはなってるんだろうね。生きた化石、もっと最も大きい角を持つ馬、サンタの隣。ああ、鍵をやつの牛。やうん、あ、八つの鍵を、八つの鍵を、八つ。チェストとか、天井上とかできる？上ってできる？上できない。上できないね。入れるはできる？できないか。できない、全然できない。なんか指示だったら何々、その最後に出てくる文字は限定できそうじゃん。いいこと言うね。何々しろ、乗せろみたいな。そう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 。何々し目、何々目し、ろがないもんね。じゃあ、あとはジャンプ2モツーで終わりそうな気もするよね、そういう感じでいくなら。モツーとか、あうん、あおぎゃおぎゃあ、おぎゃー、ギャーか。あ、探せってできん？ああ、違う、できないわ。ああ、がないわ。探せ、何々せもあるのか。じゃあ移せ、戻せないわ。移せの鍵、移せの鍵、移せ、
全然むずい全然むずいじゃん。うさぎ、うさぎ、あお、おも、おもしや、うん、おもしやゴン、オットセイの1号室、オットセイは1号室、オットセイは1号室、おしゃん、おしゃん、いやないな、そんな言葉使ってる。ダメか。そしたらもうこれまでのやつが最もできてめっちゃ大きいって言いそうだし、おしゃんじゃダメ。おつ、おつや、おつや、おつやになったらクリア。おつや、だいぶおつやだよね。でも今まだまだダメ。俺そんなおつやの気分じゃなかったわ。あ、そうなの。うん、あお、おもしごん、おも、おむずいむずい、ごんぎつね、いここは何、ここは教会、これ教会っぽいよね。教会っぽいけど、教会だったらなんかある。お、神、歌詞、またリセットしよう。歌詞、一応全文字、歓喜、おか、うん、やばすぎ。うす、やばいなこれ。やばいぞこれ、だいぶやばいぞ、だいぶやばいこと言ってるぞこれ。あー、とりあえず砂全部ガラスにしとくわ。え？だいぶやべえこと言われてますねこれ。あれ今な、配信何時間？え？ちょっと見るか。2時間。あれ90分って言ってなかった？目安。ほんとじゃん、やばいぞ。終わりだ俺たち、終わりで。え、これどうやってガラスにしたの？え、カーペットで焼いた。やばすぎ何がかまどで燃やすあるな。はぁ、いや、かまどで、かまど使えるなら燃やすことができるなと。燃やせは作れる。鍵って燃やせた？っけ？いや、燃やせないと思う。素材にはできんのかな？燃やした結果のやつはないけど。燃やしてバグったら終わりじゃね。いや、そう、でも何々の鍵できるかなって今探してたんだけど、さっきめちゃめちゃ焼いてるやんめちゃめちゃ焼いてるやん。
ちゃめちゃ役やん。なんだこれ、トリケラトプスの鍵。はい、鍵全部あげる。ありがとう。リスか、これ。目も焼く。ああ、ええなんか燃やせるのかな、これ。もうこんなかまどがさ置かれてるってことは、でもカーペットがなくなって積む可能性があるから、それはないんじゃないか。あのバカみてえにガラス焼いてるやつがいないとカーペットなくなんねえもん。器はなくなんねえけど。待ってね、燃やせをなくしたらうさの死後。逆になんか燃やせるものがあるって感じ。こっから鍵を減らしたら、鍵、鍵を、鍵をだから鍵、うさの仕事、ん、の鍵だとする。つの。のは何々ので消えちゃうよ。あ、の鍵で、の鍵で消えちゃう。ああ、どうだ、うさしごつを、うし、うし、さつ、うつし、うつし、うん、たのし、うん、ご、さ、さし、なんか燃やせじゃない気がしてきた。でもかまどがあんのちょっと怪しく見えてきたわ。まあでも怪しいよね。ああ、そうやって考えたら、何々の鍵を燃やせだったら、三つ、じゃない。いやー、アナグラムなのかな。並べ替えろって言われてるからアナグラムなんじゃない。でも、オウオン、さつ、はむずなっちゃう気がしてきたな、だいぶ。こんなん知らんしな、こんな7文字。一応こういうのもできますぐらいのね、置いとくのは。あ、を使わないのね。ん？何々の鍵を燃やせだと思って。ああ、なるほどね。ああ、確かに。じゃあ6文字になるよ。う
差しごつん。あー、そっか、脳も消えんのか。うん、これだと運から始まらないことが確定してるから、これでできるならできてほしい。あー、いやでもちゃうよな、うさしごつん6文字の影でそんなあったっけ。ごさごさつ、ないね、うさしごつんはない。あ、ん、あ、ん、あー、あ、あ、五五、うーん、あーでもそっか、五は一個か。うん、あー、五牛五牛あるあるね。五牛つはある。三号室の鍵を燃やせ。できる？三五牛鍵を燃やせ？天才？俺、まあ俺だよね。いや俺だよね、今のは。いや俺だよ、今のは俺だね。まあ、いや俺でしょ。いや俺だったね、完全に。俺が合質まで。いや俺だったわ。だって俺がこの結構と言わんかったら考えてたよ。でも1号室、俺がそもそも板ガラスを作ったからだったよね。3号室できないな、うん、俺がね、うん、まあ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 いいわ、じゃあ一旦な。オットセイイルカカナリア、カラス、カラス、違う、てか3号室ってできんのこれ。だから、ここ、オットセイは1号室だから。じゃあ3、じゃあできた？できる、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 できる。よし、じゃあもう行こう、行こう、行こう、行こう。だから、オットセイ、ゴー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 、なんだっけ、オットセイの次なんだっけ。ゴー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 、オットセイいるか。いや、もう俺天才や。カナリア、カナリアだったっけ。俺天才や。じゃあ、バイ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 。俺天才や。やべえ、待って、やばい。燃やせも出した俺。鍵をも出した。合質まで出した。アンモダイトだったから。俺の鍵って言ったら、待って、やばい。なんだ？イルカ？オットセイ？てかさ、やばい、三号室の鍵わからん、ちょっと。ね、まあ、かまどさ、やっぱそうだよ。だって、一回燃やしたらさ、ずっと燃えてるもん、これ。あ、そうなの？うん。ちょっと待って、ちょ、なんだっけ？なんだっけ？イルカ？カナリアの鍵を燃やせじゃないの、行こうよ。カナリアでいいんだっけ、カナリアでいいんだっけ。いいよ。カナリア、カナリア、カナリア、カナリア。いいよ。カナリア、あったあったあった。イルカ、カナリア、で、あ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 、で、あが開かなくてアンモナイトで、だったのか。何を言ってんの、ね、早く早く俺の手柄、俺の手柄俺の手柄ではあるけど、燃やすわ。はい。おぉ始まったぞ、え、始まってるよ、大丈夫これ。あ、ああ返せよおい、俺の手柄なんだから。かなり熱い、かなり熱い出入り口の鍵。よし、挟ますわ、挟ますわ。バカあった、おい、俺が鍵をも出して、はい、レッツゴー、出して、バイバーイ、出してよ、出してよ、なこいつ、俺がいねえと受けなかったのによ、こいつ、まあ、ね、はい、レッツゴー、待って。はい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 、カスあー、うせやん、ガチやっぱ俺なんだよな、感想ガチでアナグラムするんだ、やば。あ、待ってだよ、やっぱ俺なんだよね、発想は。やっぱ俺なんだよね。脱出おめでとうございます。脱出おめでとうございます。また何か思いついたら作るわ、じゃあな。やったー、はい、ということで
あー気持ちよー。あーよかった ね、俺がいて。いやよかったね俺がいて。燃やせとかの鍵とかできるって全部俺なんだ、ね、俺はもう 98% まで発想で出して、その後グッチさんが最後の 2% を、あ考えたって言いながら。いや俺が最初の 90% 出して間の 5% やってくれたわ。でその後最後の 5% を俺がやったわ。いやないな。いやまあ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 、なんだよなこれ。うん、ということで、はい、まあね、我々にかかれば解けない謎はないってことです。そういうことです、はい。まあ、ということで、オットセイは1号室でした。はいーでもガチガチで、ガチで13文字のアナグラムさせんのやばいって。やばいやばい、ね、やばいって。ダメダメでダメだよこれは。ゆる、これはねよかった、俺たちでよかったよ。あこれは俺たちじゃないと解けない。俺たちじゃないと解けない。多分ねこのゲームまだ一人目だよ俺ら。そうだよ、多分解いたの俺たちだけだよ、 多分一人目だよこれ、うん、危なかった。なかなか俺たちは異業を成し遂げて、なかなかだねこれ。異業だねさすがに。他にクリアした人多分いないと思うけど、ただねちょっと教えてほしいぐらいだわ。まあ、ってことで皆さんもぜひねやってみてください。はい、これはねいい難易度ではあった、うん。まあ、そうだね、これでも解けたってことは多分いい難易度ない、まあ、それはそうだわ確かに。タラコが解けたらそうだわ。ああうん、うん、まあそうだね、うん、タラコが解けたらいい難易度。そうだね、うん、まあ褒め言葉だと。ネズミハムスターだと思って。いやそうだよ、それでも解けるんだから、ね。ちなみにネズミやハムスターと思ってる人は結構いるよ。いないいない。で最初にマウスって出てくる人あんまいないもん。いないいないじゃない、いるだろ。だいぶいるよ。ミッキーマウスのことなんていうの？ミッキーハムスターじゃないの？言わない。ミッキーマウスって言ったやん。ミッキーマウスのことなんていうのって言ったらもうミッキーマウスやん。ダメか。はい。まあ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 。まあ、今日はいろんな知識を得たわ。うん。ネズミはマウスね。そう。で13文字のアナグラムね。いやーおもろかったな。でも久々の脱出マップだった。あーいや疲れた、頭使った。だから最近ずっとさあのツイッターの謎解きとかもやってたけど、うん、頭使うのおもろいわ。まあね、あれでしょ、普段使ってないから使うとおもろいでしょ。うんふん、なんて。いやなんでもないけど、いや普段、いやなんでもないけど。ぶっ壊したのお前。うん、ぶっ壊したね。最悪だよそれ。その脱出の仕方最悪だわ。ありがとう。まあ、もう終わったから。はい、もう楽しんだ。ね、まあ、だでした、あー溶けてよかった。かなり熱い出入り口の回。そう、最後の解き方まだなんかあんのかなと思っちゃった俺。かなり熱い出入り口。かなり熱い出入り口。なんか水で冷ましてからじゃないと。なかなかなあ、なるほどね。でわざわざ水つけてたもんね。あ、そうそうそう。そこまでさせんのかな。いやでも13文字のアナグラムさせられるんだったらそのぐらい さしていきそうじゃん。やばいよ13文字は。やっぱまあヒントはいくつかあったね。かまどがあるってのと、いやそう、何々をかけた後はやっぱ俺が最後に出した、まあ、合筆ね。まあ、タイトルから取ってきたんだよ、ね、俺は。オットセイは1号室。まあ、これを使ってなかったなと。はいはい、まあ、確かに見たことある単語が結構並んでたもん。ちょ、そう、オットセイが1号室。いや、これ、こういうタイトルだけど、これ、オットセイ1号室じゃなくてもよくねってなってたけど、うん、まあ、最後に使うことによって、オットセイを1号室っていう、その意味が出てきたんですよ。よう喋るわ。ね、でそこに、ベラ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 。そこに俺は気づく。タイトルはこのままだと合わなくないかと、はい、じゃあそんな感じでね、この辺なんよね、はい、そこが違いね、ここ、はい、気持ちよく解けたね、ここの違いね。どこ指さしてんの、膝。はい、終わるわ。あ、おもろかった。おっとそれは一号でした。はい、バイバーイ。
った。あ、お疲れ様でした。